どうなるかわからないですよね。そうですね。後半の立ち上がりは特に気をつけて主導権を握りたいですよね、うん、さあここでカウンター来た、ついてた、栃木ワンニッセルロイ、このゴールでチーム加入後50得点となります。記念すべきゴール。美しいカウンターからのフィニッシュでした。いいカウンターでしたよね。前線は常に狙っていないと反応できないですからね。チーム全体で一気に攻撃のスイッチを入れて見事なゴールでしたね。